おはよう、姫。これからジョンソンともっと共有してください。SNS の LINE アプリで続くやり取り、一見恋人同士のやり取りにも見えますが、ロマンス詐欺の手口でした。私みたいな被害をあってほしくない。金額の問題じゃなくて、もう本当になんか心をそうやって揺さぶられながらこう翻弄させて、そういうこと自体が卑劣だなというふうに思いました。今回被害に遭ったのは、熊本市在住の50代女性です。きっかけは今年5月、SNS に届いた日本での友達が欲しいので、友達になってくれませんかというメッセージ。このメッセージを送ってきた相手は、自称シンガポール出身、東京都在住の建築家で、K-POP アイドルのような顔立ちをしたジョンソン35歳。女性はジョンソンと意気投合し、おはよう、何食べたなど、朝昼晩毎日連絡を取るようになります。心地いいじゃないけど、なんかウキウキしてるんですよね。待ってるところ、自分も待ってる自分がいて、まあ、恋人関係みたいな最初の感じですよね。その半月後、何気ない会話からアプリで投資の勉強を一緒にしようとなり、ジョンソンからCBEX というアプリを紹介されます。 SNS でスクリーンショットなどで操作方法を教えてもらい、最初は10万円を入れて11万9千円になるという成功体験をします。しかし徐々に投資金額は大きくなっていき、借金や保険を解約して投資するなど、わずか2ヶ月間でおよそ560万円を騙し取られたということです。未来に対してのそういう投資なだからっていう、2人で共有する時間をのための投資だからっていうことで誘われたっていう。違和感は常にありましたけど、なんかそっちのワクワクドキドキ感の方が勝ってたというか。県内でロマンス詐欺の認知件数は今年に入り62件、前年に比べ26件増加しています。お金のこととかが出てきたら、本当に詐欺っていうのは本当怖いですよね。こういう被害がなんか増えてると聞いたので、少しでも減らしたいというか、騙されてほしくないという強い気持ちですね。はい、こういうニュースでは騙される方も悪いという見方をする方もいらっしゃるかと思いますが、この女性はパートナーや身近に相談する人がおらず、仕事も変わったばかりで不安で寂しかったと話しています。気持ちが弱っていた、その心の隙間を甘い言葉で騙してくる、心を傷つけるというのが本当に許せないですよね。そうなんですね。そして県内で確認されている62件のうち、被害者の男女比はほとんど同じ。ああ、そうなんですね。いずれにしても警察は SNS だけのやり取りでお金の話が出たら詐欺と疑って警察に相談してほしいとしています。